吉田義和は、日本の国土交通議官。国土交通省北海道開発局長や、国土交通省北海道局長を務めた。北海道出身。1972年北海道、大学工学部土木工学科卒業、北海道開発庁入庁。1978年建設省中部、地方建設局長島ダムエジ事務所調査設計課長。 1981年北海道開発局、帯広開発建設部札内川ダム調査事業所長。1984年北海道開発局室蘭開発建設部、猿川ダム建設事業所長。1986年北海道開発局、石狩川開発建設部公務第一課長。1987年北海道開発局、 石狩川開発建設部計画課長。1988年北海道開発庁、水生化開発専門館。1991年北海道開発局、建設部河川計画課河川企画館。1994年北海道開発局、石狩川開発建設部次長。同年北海道開発局室蘭開発建設部、次長。 1996年北海道開発局建設部下線管理課長。1997年北海道開発局建設部下線計画課長。2000年北海道開発庁推薦課長。2001年国土交通省北海道局企画課長。2002年国土交通省北海道開発局事業振興部長。2003年国土交通省 北海道開発局建設部長。2004年から国土交通省北海道開発局長を務め、コスト削減や事業の重点化を進めた。2005年国土交通省北海道局長。2007年財団法人北海道河川防災研究センター理事長。2011年一般財団法人北海道河川財団理事長。 2013年北海道建設業、信用保証株式会社代表取締役社長。ありがとうございます。